2022年2月24日、ロシア軍が北東南の3方向からウクライナ領内に侵攻して始まった。ウクライナ侵略戦争はもう2年と3ヶ月が経過したね。当初、国際社会は短期間でロシア軍の圧勝に終わるとする予想していたが、見事に裏切った形になったな。各国の支援があって、ロシアのずさんな戦略が思った結果だね。さて今回はそんなロシア軍が構築した U の歯が役立たずだった件について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍に対し、陸海空すべての戦力において圧倒的に勝っていたはずのロシア軍は、これまでにウクライナの領土の3割も占領できないまま、アメリカ以下北大西洋条約機構NATO諸国を中心とする西側諸国の支援を受けるウクライナ軍の反撃によって、兵員のみならず戦車や装甲戦闘車両などの装備を大きく損耗させられ、西側諸国の制裁によって巡航ミサイルなどの精密兵器の製造が困難となってその在庫が枯渇気味であるとされるなど、今まで以上に攻勢に出ることが叶わなくなり、最前線に防衛線を構築して占領地域を死守する構えを見せていたんだ。ウクライナ国内における最前線は、北はルハンシク州からドネツク州、ザポリージャ州を経てヘルソン州まで、その長さは 1500km 以上に及ぶが、ロシア軍はウクライナ軍が侵攻してくるであろうと予想される地域の全域に防御線を構築していることが衛星画像などから明らかになっているぜ。ロシア軍が構築しているのは昔ながらの塹壕というの派と呼ばれている対戦車用障害物を幾重にも張り巡らせた防衛線であるが、その防衛線を構成している U の派が役に立たないことが実証されたとして、ロシアの独立系メディアが分析結果を公表しているな。この U の派とは、戦車や装甲車に乗る機械化歩兵の移動を妨げるために設置される。鉄筋コンクリート製の四角錐の防御用障害物のことで、これによって機構部隊の進撃を停滞させて、これを避けようとする戦車や装甲戦闘車などをキルゾーンに誘い込むための障害物だね。キルゾーンにはあらかじめ対戦車地雷が埋設され、周囲に各種の対戦車兵器が配置されていて機構部隊を殲滅することができるとされ、第二次世界大戦中に考案されて、特に欧州戦線でナチスドイツが西部国境を守るためのジークフリート戦において採用されていたことが知られているよ。特に欧州戦線でナチスドイツが西部国境を守るためのジークフリート戦において採用されていたことが知られているよ。そこで考え出された障害物がこの U の歯で、鉄筋コンクリートなどで作られた大きなテトラポットのような三角錐や四角錐の障害物を、敵の進撃軸に対して縦に数列密に並べた上でさらに横に長く城壁のように線状に並べたもので、戦車が突撃してくる方向から次第に高くなるように縦に4から5列ほど敷き詰まられ、それらをさらに横に広く並べた様子がまるで、口を開けた U の歯のように見えることからその名が付けられたってわけ。戦車は不整地を自由に動き回れる戦闘車両だけど、車両の全長よりもやや幅が広い小川や塹壕などを乗り越えることが難しい場合があるほか、車体の底が突起物に乗り上げると身動きができなくなるという弱点があり、その弱点によって突撃を止めるための障害物として考え出されたもので、戦車がこの三角錐や四角錐を乗り越えようとして底部が先端部に乗り上げてしまうと、キャタピラーが空転して身動きが取れなくなる構造になっているんだ。ロシアの独立系メディアが U の歯がウクライナ軍の戦車を止めることにおいて頼りにならないとする根拠は、今年の5月22日にロシア人義勇兵が、ウクライナのスーミー地域からロシアのベルゴロド州に侵入した事件にあるとしているよ。ウクライナと国境を接しているロシアのベルゴロド州では、侵略戦争の成り行き次第ではウクライナから NATO 軍が侵攻してくる可能性があることに懸念して、100億ルーブル約1億2428万5400ドルの費用をかけてこの U の歯による防衛線を築いていて、同州のバチェスラフ・グラドコフ知事が今年3月、昨年4月から開始された U の歯建設の作業完了を宣言してこの地域の防衛は万全になったとしていたんだ。しかし、5月22日にベルゴロド州に侵入したロシア人義勇兵によって組織された自由ロシア軍団と、
ロシア義勇軍団による混成部隊は、装甲兵員輸送車などを保有していたため、本来であれば、竜の歯によって州内への侵入を防げるはずであったのだが、これを義勇兵軍団は設置されていない場所まで迂回して何の障害もなく通過したのだというぜ。竜の歯を置かない場所には通常であればキルゾーンとして敵を殲滅するか、人員を配置しない場合は地雷を埋設するなどして通過できないようにするのだが、どうやらベルゴロド州の竜の歯は単に設置しただけのものでしかなく、キルゾーンどころか地雷原も残壕すら設置されてなかったらしく、独立系メディアでは、ベルゴロド州のグラドコフ知事が竜の歯を設置したことを大々的に公表したのは、クレムリンに向けて仕事をしたとのアピールでしかなかったのだろうと皮肉っているぜ。また、ロシア軍全体の人員不足も深刻であるとされ、もしキルゾーンを設定して残壕を配置していたとしてもそこに配備する砲兵や歩兵がいなかったであろうとも分析しているぜ。また、竜の歯はそれを構成している複数の障害物に戦車が衝突した際に、そこに乗り上げるようにするため移動しないようにテーブをコンクリート製の土台で繋いで埋めることになっており、本来であればドーザーを装着した戦車で移動させることはできないんだよね。しかし、ロシア軍がベルゴロドに設置している竜の歯は、障害物をただ地面に置いただけのものがほとんどではないかと見られ、ウクライナ領内に設置されているそれらも同様にただ置いただけの可能性が高く、ウクライナ軍が容易に排除して防衛線を突破できると見られているんだ。もしそうであれば先日ウクライナ軍が投降した、イギリスから供与されたチャレンジャーに2ドーザーを装着して竜の歯を片付ける様子を撮影した動画のように、ウクライナ軍が簡単に防衛線を突破できるとされ、現時点においてウクライナがロシア軍の防衛線を越えられず苦戦しているとの見方は実は正しくなく、防衛線を安全に越えられる地点を探索している威力偵察レベルの攻撃を加えている可能性があるとの見方があるぜ。また、ロシア軍は 1500km 以上に及ぶ防衛ラインの全てに守備隊を張り付けることができず、竜の歯を排除しようとウクライナ軍の進軍が停止している間に、後方に配置した部隊をそこに差し向けて攻撃する体制であると見られているため、ウクライナ軍がある程度の規模の威力偵察を実施した場合、念のためにそれらの部隊を動かして対応しなければならないと考えられ、ウクライナ軍が攻撃と撤退を繰り返すことでそれらのロシア軍部隊を疲弊させようとしている可能性があるとの指摘も出ているな。さらにウクライナ軍が複数張り巡らされた塹壕や竜の歯突破して進出するたびに、ロシア軍守備隊の再編成が必要となったり、守備する地点が変更になったりすることで命令系統などに混乱を生じる可能性が高く、頃合いを見計らったウクライナ軍が、まだ温存しているとされる主力部隊を一気に投入すれば、昨年9月のハルキウ州で見せたように総崩れとなって回想する可能性があるとの見方も出ているみたい。2023年6月半ばの時点ではドネツク州南部からザポリージャ州にかけて、ウクライナ軍が少しずつ進軍しているとの見方が出ているんだけど、どの戦闘地域においても激戦が続いていてどちらが優勢であるかの判断は難しいね。このウクライナの反転攻勢が成功するか失敗するかの決め手は、兵器の優劣や防御陣地の強固さなどのみならず、兵士の士気の差が物を言う可能性があるとする見方も少なからずあり、祖国防衛の士気が高いウクライナ軍が優勢との声が多く上げられているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。